感謝トーマス。チャーリーとエドワードというお話。機関車たちはみんな粗道鉄道で誇らしく仕事をしている。毎日一生懸命走って役に立つ仕事をするのだ。局長をしているトップハムハット卿のためにいつも頑張っている。ある朝、トップハムハット卿の車が故障してしまった。エドワードがその車をマロン駅まで運び、そこで整備士が修理することになった。エドワードはトップハムハット卿の役に立てて嬉しかった。ちょうどそこへチャーリーが陽気に走ってきた。おはよう、チャーリー。エドワード、冗談を聞かせてあげるよ。ワニはどこにお金をしまう？わからないな。答えはワニ側の財布さ。エドワードは笑わなかった。ニコリともしなかった。僕には大切な仕事があるんだよ。トップハムハット卿の車をマロン駅で修理に出さなきゃならない。今夜車が必要だから急がないと。ああ、エドワード、君は真面目すぎるからつまらないね。エドワードはムッとした。他の機関車より真面目だが、つまらないとは思われたくなかった。みんなと同じように楽しく過ごせると思っていた。僕はつまらなくなんかないよ、チャーリー。じゃあ証拠を見せて。エドワードは考え込んでしまった。彼はトップハムハット卿の車をマロン駅まで慎重に運ばなくてはならない。だがそれだけではチャーリーはつまらないと言うだろう。そこでエドワードは車を運ぶのにいつもと違う線路を走ることにした。ついておいで、チャーリー。一番デコボコしててものすごく揺れまくってカーブがたくさんある線路を走ってマロン駅へ向かうぞ。僕だって楽しいことを知ってるんだよ。すごく面白そうだな。知ってるとは思わなかったよ。エドワードとチャーリーは並んで一緒に走り、冗談を言い合った。よし、チャーリー、こんな冗談はどうだい？蒸気機関車がひよこに似てるのはどうしてでしょう？どうしてだろう。教えて。ピーピー汽笛を鳴らすからさ。最高だよ、エドワード。君って本当に面白いんだね。エドワードとチャーリーはようやくマロン駅に到着した。トーマスがいたが、整備士はどこにもいなかった。エドワード、整備士さんは君を待ってたけどパーティーに乗って帰ったよ。ああ、大変だ。デコボコ線路や曲がりくねった線路で遊びすぎてしまった、あれでもう楽しいことが終わりならがっかりだな。いや、僕はもっと楽しいことを知ってるぞ。君と僕でバーティーを追いかけて整備士さんを見つけよう。それいい考えだね。それじゃ出発だ。しかし、エドワードとチャーリーはバーティーに追いつけなかった。ほんと最高だよ。すごく楽しかった。エドワードはがっかりした。
仕事がちゃんとできなかったからだ。これではトップハムハット卿に怒られてしまう。仕方ない。次の分岐点で止まることにしよう。そこで信号手さんから整備士さんに連絡してもらうんだ。ほら、やっぱり君はほんと真面目すぎてつまらないんだな。エドワードはムッとした。だがその時、彼はいいことを思いついた。トップハムハット橋の車を粗動整備工場に持って行って直してもらおう。整備工場は楽しいぞ。うわ、うわ、さすがだね、エドワード。それって絶対に楽しいはずだよ。それじゃ出発しよう。やあケビン、ビクターはどこだい？こんにちは、エドワード。ボスは今部品を取りに行っていますよ。どうしたんです？君にトップハムハット卿の車を直してもらいたいんだ。え？どういうことです？車なんて無理ですよ。君なら直せるよ。また後で車を取りに戻ってくるからさ。君はいつも真面目だけどつまらなくはないね。楽しいことたくさん知ってる。エドワードはとても嬉しかった。しばらくしてエドワードとチャーリーが粗動整備工場に戻ってきた。できました、エドワード。なんとトップハムハット卿の車の屋根に煙突がつけられていた。この煙突面白いでしょ。そこにトップハムハット卿が現れた。車の煙突を見ると顔色が変わった。エドワード、私の車に何をしてくれたんだ？エドワードは失敗したと思った。すみません、トップハムハット卿。役に立つ仕事をしながら楽しいこともしようとしたんです。でも全然うまくいきませんでした。こんなことになってしまって。役に立つ仕事だけをするべきでした。全くその通りだ、エドワード。後で僕がトップハムハット卿と夫人をお送りします。それから車は明日の朝までに直してもらいます。よし、それでいいだろう。エドワードはトップハムハット卿と夫人をナップフォード駅まで送った。そこにチャーリーがいた。やあ、エドワード、今度は何して遊ぶんだい？今はそれどころじゃないんだ。遊んでる暇はないんだよ。役に立つ仕事をしないと。早く粗動整備工場に行かなきゃ。また冗談を聞きたいだろう、エドワード。それどころじゃないんだよ、チャーリー。冗談を聞いてる暇はない。トップハムハット卿の車を受け取らなきゃ。ケビン、トップハムハット卿の車から煙突を外してくれ。面白いけどそれじゃ役には立たないからね。はい、ボス。あ、エドワード、すぐに外します。ありがとう、ケビン。エドワードはトップハムハット卿の車を貨車に乗せると粗動整備工場を後にした。車は新品同様になり、煙突も外されていた。ピカピカの車を引いてエドワードが走っていると子供たちの歓声が沸き起こった。これって素敵だな。チャーリーとエドワードはそれだけで楽しくなった。チャーリーとエドワードというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。